むしろこっちだよね警戒する気は。オッケーオッケー、シャツ田中です。今回はこちらの管を使ってドミネーションやっていきたいと思います。スパイヤーだったっけかな、スパイヤー、スパイヤーって聞くとインスパイヤー思い出して、インスパイヤー聞くとジローっていうね、そういう感じですね。さあ行きましょう。あー1キルできた、すごい。なんでそれやってるの、うー危ねえ、やば。ちょっと待って、ブラボー落ちそうじゃないこれ。あブラボーが落ちそうなんじゃけど大丈夫、大丈夫じゃなさそう。じゃあ危ない。いやーそんな、あのショットが長生きしすぎっていうか、ここって何なの、ソロのステージなのかな。オッケー危ない、すっ、イエーイイエーイ、マジ落ちてく、マジ。あーどうしましょう、どうしましょうったらどうしましょう。ここにあえていい、ほっ下に行く、隠れる。いやマジか、いい感じで突れはしましたけどね。おいいね、あ真ん中だ、うそやる、やばい、ブラボーがまた落ちそう。行くぞ皆の衆、行くぞ皆の衆、あぶねえ、やばい横からの奇襲いいねこれ、いいぞ。シュッと横からの奇襲が面白いですね。ちょっとバレるとあれだけど、あー待って待って、おいおいおまおま、これどこまで壁で走れて、どこまでが壁で走れないのか、ちょっとねはっきりしてほしいですね。ちょっと待って、やばくないこれブラボーが、そんな気がする。ちょっと待って待って、うーわいたのか中に、やばいブラボーが落ちる落ちる落ちる落ち落ちた落ちた、マジか。アナイアレーターレディ、うわーショッティやるなあれ。待って、横横飛びはちょっとやめよう、もう横飛びはやめよう、ワンパターン戦法 NGNG。危ねえけど、ナイス加勢するぜ、死んだぜ。絶対さこのリスポーン横から行けっていう、なんか促してるように思えるよね。やば、あのまたショットが危ねえ。いやーマジトロフィー破壊させて、ちょっとやばいですね。真ん中の部屋取られてる気がするんだけれども、うわここもうおかしいでしょ、今のカウンター挟んでたじゃん、マジ。こらこら、こんなとこ来ちゃダメだよ、危ないからね。うー危ねえ危ねえ、待てよスモーク、敵がどこから撃ってくるかわからん。待て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 、たあーマジかよ、なんだ自分の下にもいたのか、これ気づかんかった普通に。もうショットガン来たよ、どうしよう、あそこで貼られたら辛いんだけども、あいない、貼られてなかった。おー怖、2発3発4、5、スパローもあると考えるとなかなかな、厳しい。ほらねえ死の予感を感じたよ。どうれスモークたくぜ、いや負けないヘルストームに負けるー。でもブラボーナイス、いいぞ。むしろこっちだよね警戒する気は。オッケーオッケー、いいねー、めっちゃ来ためっちゃ来た。待ってトロフィーがやばい、トロフィーがやばい、トルフィーの量尋常じゃないよこれ。待って待って、トルフィー待って、トルフィー打ったら下打ちって言われるの嫌なんだけどトルフィー打ってたら下打ちされたって言われたら嫌なんだよな。あ
あ、行けセントリー、俺と一緒に倒そうぜなんて言わんけど、ブラボーやばいっすよ。あぶねえよー、待って待って、すげえ、ナイスナイス、セントリーガンがじわじわ、あー壊された、マジ。ここに、ここで見てるとな、やべえ、ブラボーマジ直、もう直行だな敵が。なんでこんなところ、あぶねえ、ラプスゲット、おー危ないよ、ナイスブラボー、オッケーオッケー。さあここでイモイモキャンパーやっとこうか。あーここで限界が来ましたね。これはいい感じの接戦ですね。1ポイント差か、なかなかやりますね。いやーここのマップもなかなか難しくてね、上にずっとなんか張ってる人がいたらね、なかなかこう SMG たちは手も足も出ないんでね、ここら辺にセントリーガン置くといいんですよね。いやーでももうそろそろあれですね、皆さんゴールデンウィークじゃないですか。ゴールデンウィークですよねえ、このゴールデンウィークはかなりね面白いものとなるんじゃないでしょうかね。なんでかっていうとね、ヘッドホン祭があるんですよ。春のヘッドホン祭、中野サンプラザで行われるヘッドホンの新商品、あ、まあ新商品というかね、ヘッドホンだけじゃないんですよ。ヘッドホンやらアンプやらいろいろね、僕の大好きなヘッドホン関連、イヤホン関連がこう新製品を発表して、その場でねまあ売られるところもありますよ。そういう感じのものがね開催されるわけですよね。僕はねそこで一番気になってるのがね、須山さんですよ、フィットイヤーさんのね方で行われる、MH334 というイヤホンをアップグレードするプログラムが始まるということがね一番の楽しみ。もうそれやばい、もうやばいね。何がもうやばいかっていうとね、僕のイヤホンが、僕のイヤホンが進化する、進化するというか SR サウンドリファレン、あれなんだっけ、あれなんかあれになるんですよね、よくなるんですよ。中身、イヤホンの中身をちょっくら変えて、あのいい感じに仕上げてくれるんですよ。まあその値段はまあまあします、まあまあじゃないな、なんかそんな僕から僕なんかね、そこら辺のね、なんか買ったイヤホンが買ったイヤホンなんで、そのなんだろう、アップグレードサービスの内容がまあね、あれ分かってるんですけど、その価格が2万7000円で、一瞬2万7000円でしてくれんの安っって思っちゃったんですよね。なんかねもうね頭おかしいからめっちゃなんかクラクション鳴らしてる。あやばいやばい、あーマジか、結構ジャケ着てんのにな、マジかよ。いやでもそれが楽しみでしょうがないんだけど、でもこのドミネーション接戦だからどうしよう、ちょっと待って、どうしよう、タロンでちょっと前線押そうかな、こう軽めにね、軽めにタロンで操作、自分操作タロンで、さあ上にいる人を殺害せよう。 OKOK、 そうやってすぐケアパケオブ、 OKOK、 任せろ、ナイスブラボー、素晴らしい、このタロンちゃんで敵をねじ伏せてやるぜ。やべ、早っ早っ、マジか。まあ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 、今はいい感じなのでほっときましょうか。ダートダートぐらいで、おお、ちょ待って待って、なんだここは、何ゾーンだこれ、住居かこれは。ブラボーブラボーブラボー、またブラボーが危ないという声が聞こえたので、私がまた行って、あーまた取られてる。こんにちは、そんなところでゆっくりしてる場合じゃないよ、ゆっくりさせないよ。さあ、あーここはダメなのか、ちくしょう、セントリーガン欲しいな。まあおーやばやば、味方がめっちゃやられてる。いやーマジかよ、おーいやいや、バイよ、バイヤーやばいですよ、バイヤーやばい、いや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 、危ないよー、ちょっと待ってよ、ふい、うー怖い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 、真ん中来るぞ、真ん中、真ん中来るぞ、ほら来てる来てる、危ない、あーくそ
やられるね。いやまあなんでね、まあなんでっていうか僕のそもそもイヤホンが高いすぎるせいで2万7000円が安く思えるんですけど、うん、まあねそんなもんなんですよ。そんなもん、使ってるものがものなのでね、もうねそこら辺自分の持ってる時計よりもねはるかに高価なものですからね。本当に時計なんか落とすことよりイヤホン落とすことの方がね、あの心臓に悪いっていうのがなかなかあれですよねまあね、イヤホンはね、やっぱりこうなんだろう、イヤホンはねこれから活躍すると思うんでね、皆さんもぜひぜひあの中野サンプラザに行ったらね、あのカスタマー EM がなんかこう割り引いてというかなんかちょっと必要、まあ、普通常より安く作れるみたいなキャンペーンあると思うので、それにこうね便乗して作ってみるのもいいんじゃないかなって思いますね。一つ持ってるだけでだいぶ変わるからね、まあ、ガチで。そんじゃそこらのイヤホンでは味わえない、例えばなんか遮音性とかそこら辺は素晴らしいですからね、カスタマー EM は。まあ、あのよくね坊主のなんかノイズキャンセリングがとかそういうこと聞くじゃないですか。メジャーない、メジャーない、もう坊主が5個あっても足りてないみたいな、そういうまあね5個あっても変わんないですけど、それぐらい変わるんですよ遮音性が。というかやばいやばい、ブラボーブラボー。スモーク炊きます。それ、最近ねドミネーションにねスモークはね必須だなってことをまた一周回ってこう理解することがありましてね、すごく助かるんですよね。まあトルフィー僕投げてますけど、スモークもね投げてくれる味方がいたらすごく助かるというか、マジイケメンっていうね感じですね。ちょっとリフトでかなり活躍してくれました。本当に助かったあれは。まあそんなこんなんですけど、本当にねいやいいものなのでね、カスタマー EM は本当皆さんね作った方がいい。絶対ちょっとねなんだろう、よく言うじゃないですか、もうねあの泥沼にはまる前にもう先にね投資をしてそれからみたいな感じあるでしょ。あれの考えの人はぜひカスタマー EM というものをね調べて作ってみてください。自分の耳の型をね取って作るものなので、どれぐらい遮音性がすごいかっていうと、あの曲を聴きながら、まあ曲を聴いてる状況ならばカラオケで隣に、まあ、友達がこういて歌っていても聞こえないレベルの遮音性です。だから素晴らしい、素晴らしいものなんでね、あの外で使うと本当に外の音何も聞こえないんで、そういう風なイヤホンに関して言ったら最高峰のものではないかなという感じはね、今回はこのドミネーションでしたいやー楽しみだなゴールデンウィーク。まだねゴールデンウィークね、もまた他に僕は予定があるんで、また違う動画でお話ししたいと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。